はい、ルースチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ヤマドゥです。さあ、そして隣には、はい、レーシングドライバーの富林祐介です。はい、立派になりましたね。まだこれからですよ。これからまだまだ、はいはい、これからですね。今年はスーパー GT にも参戦する富林くんと一緒にですね、はい、女性の車好きの方を、女性ですか、ご紹介したいなと。まあ、こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、すごい、はい、かっこいい、ありがとうございます。そうです、 ER34 の4ドアですね。はい、ドリシャ、はい、ドリシャっぽいですね。ちょっともうドリシャですね。ですよね、はい、ここにドリシャを出してしまう。これはガールズカーコレクションのゼッケンをそのままつけっぱなしにしてるだけなんで、決して某ドリフトイベント的なのではないんですね。っぽく見えますけど、ぽく見えますね。はい、はい、長く乗られていらっしゃる。もう10年経ちますね。10年、はい、すごいですね。はい、っていうのはどういったところから始まったんですか？いや、なんか中学生の時に、はい、まあ、年齢バレちゃうかもしれないですけど、スカイラインの CM を見て、はい、あ、この車かっこいいなって思って、はい、で、まあ、この車を買うために貯金を始めようって言って、もう中学生から貯金を始めてたんですよ。すごい。すごい。で、たまたま行ったドリフトのイベント D1 グランプリっていうのがあって、はい、それで当時野村健さんが ER34 の4ドアでドリフトをしてる、ですごい人気があったんですけど、私の入り方は、私の好きな車がなんかすごい走りをしてるぞと、で CM と同じ走りをしてるんじゃないかこの車はって思って、でそのまま野村健さんとちょっとつながりがあって、じゃあ私この車欲しいんですけどって言ったら、その野村健さんからご紹介されていただいた、このメカニックさんが ER34 の専門店みたいなところをやってて、そこで紹介されてもらって、もうすぐ購入したみたいな。なんかお気に入りのポイントとかあります？まずオールペンしてあるんですよ。もともとシルバーの車を、はいはいはい、その野村健さんが乗ってた D1 のグランプリに出てた車と同じ白にちょっとオールペンしてあるのと、まあ、紫が好きなので、はい、いろんなところを、まあ、うん、外見は白に整えつつ、中身だったりとか、はい、細かいポイントを自分なりに紫にちょっと統一してるかなっていうところが、はい、多分細かいところも、そうそう、キャリパーもそうですし、本当だ、オイルナットもそうだし、そうですね、見てください、しっかりブリッツですよ、はいはい、しかもちょっとこれ中とか見させていただくことできますか？中すごく紫にしてあります。紫ですね。そうですね。もうでもドリシャって感じしますね、あのシフトノブ。はい、はい、こんな感じです。うわ、すごい。かっこいい。はい。もう本当に、あ、すごいですね。そう、でも自分でできるところは自分でやってっていう、はい、はい、もうドリフト精神にのっとって DIY をしつつ、はい。見てください、このやっぱデコ。デコがいいですね。そうですね。これはもうあれですか、もう一個一個、そうです、コツコツと。で、実はヘッドライトもデコレーションしてあって、はい、ヘッドライトもですか？わかんないんですけど、はいはい、そう、な、室内もデコレーションはいろんなところもして、はい、もう室内にもとどまらず、はい、もうヘッドライトの中身もデコレーションしたいってなっちゃって、はい、中身すごいですね、はい、中身すごいんですけど、今のヘッドライトの話を聞いて締めて大丈夫ですか？はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、すいません。ちょっと見たいですよね、せっかくならね、はい、おー、本当だ、今気づいた。そうなんですよ、あっち側の方がちょっとあれ、反対いきますか、じゃあ、ごめんなさい、一応、あ、すごい、そうですね、ホイールと同じ黒に中を塗ってもらって、 で、これ穴水のネイルを使って紫のラインを作って、はい、で、スワロフスキーのラインストーンで全部デコレーションして、封じ込めたっていう、やっぱりこう女性だからやっぱりこう細やかなところまでこう気にされるっていうのはやっぱり綺麗ですよね。はい、こんにちは。こんにちは。お、こんにちは。はい、あれ、ごめんなさい、先に聞いていいですか？はい、どちらの国の方ですか？あ、アメリカです。アメリカ、アメリカ、はい、目の色が違いますよ、僕らとは、はい、あの目の色が違って、はい、もう瞳の色と車の色が一緒っていう、爽やかな感じしますよね、全体的にも。ちなみに車はホンダの S660 ということで、そうですね、はい、こちらはもう長年所有されていらっしゃるんですか？ここ今年は3年目ですね。3年目、はい、はい、この車を選ばれた理由っていうのは、まあ、最初はコンビニの駐車場でビートを見たんですけど、でなんか、はい、なんか日本ですごい素敵な可愛いスポーツカー的な軽カー、
あるって思ったんですけど、なんかあその車欲しいと思って、で旦那さんに言われたんですけど、あらその車も30歳だからもうなんか新しいモデルはどうですかみたいな感じで S6 もちょっと調べて、はい、あの、うん、まあ惚れちゃったんですね。そうですよね、ビートの最新版が S6 ですもんね。そうですね、ある意味ね。そうそうそう、でもやっぱ全体的に青がお好きなんですよね多分。待って見てください、オイル。あ、本当だ。これエンブレム、これ元々青ですかこれは。あと、まあ、買った時には一応あの中古で買ってたんですけど、前のオーナーさんがつけてくれたみたいんですけど、はい、なんか前のオーナーさんに感謝してるみたいな感じで。そうですよね、青ですし、ホイールキャップも青ですし、ちょっと分かりづらいですけどこれネオバの色まで青ですよ。そう、これも自分で塗ったんですけど、はいはいはい、そう前のオーナーさんはこれだけで、私があの自分で青のキャップを買ってこれも自分で塗りましたんですけど、はい、おしゃれですね。すべてもうだってすいません気になっちゃいますけどピアスも青ですしね、やっぱりすべてあと中の、ね、お人形も青だし、シャワーズでしょ。シャワーズ、そうですね、シャワーズ。お人形も好きなんですか。そう大好きで、そうそうこの色を見てからなんかあれシャワーズと一緒じゃないかな。確かにシャワーズみたいですよね。可愛いですね、はい、なんかこうこだわりのポイントとかあります、車。まあ、ウィンが好きと、はい、あとこのカーボンストライプは一応あのシールだけなんですけど、はいはい、これも、まあ、手作りっていう感じ。手作りなんですか。手作りなんですか。そう、自分で切って、はい、自分で貼った感じ。器用ですね。めちゃくちゃ器用。分かんないですもんね、貼ってるって。最初の純正からついてるじゃん。これウィングはどこのものなんですか。あ、これ無限です、ね、無限。はい、あ、でもそうですね、至る所に無限、あそこの窓にも無限エンブレもありますしね。エアロも無限です。あ、これも無限のエアロなんですね。マフラー、マフラーは純正ですか。マフラーは純正ですけど、あの実は HKS のカーボンマフラーもあの注文してるんですけど、まだ来てないだけなんですけど。あ、なるほど。じゃあそうなんかそう今日まで間に合わなくて、はい、じゃあ来た時にもう一回撮りますか。よろしくお願いします。はい、本当だってす全部やっぱ統一してあるとかっこいいですね。エンブレムもこっちも青だし、さりげないといえばさりげない、さりげなくおしゃれ、全部入ってるとやっぱ統一感あっていいですよね。愛を感じるよね。そうなんですよ、なんかね、やっぱさっきの方もそうですけど、やっぱ車に対しての愛がやっぱこう伝わってきますよね。やっぱり車内も見ます、せっかくならもしよろしければ、はい、大丈夫ですか。はい、お中も椅子も青なんですけど、これ椅子も純正で青なんですか。あのこれもオプションかな、なんかこれも前のオーナーさんもつけてくれたんですけど、はい、純正じゃないみたいですけど、細かいですけど見てもね気になっちゃった。ここ至る所にどこに青があるんだ、どこに青があるんだって気になってしまう。むしろ青以外の色探す方が大変ですよね、その元の黒とか除いて。じゃあ次はちょっとこのエンジンボタンも青にしてもらって。そうここも青に。ここに入るシールも青みたいんですけど、そう、そこも注文したいと思ったんですけど、はい、でもやっぱり S6 いいです ね、あのすごいスポーティーでかっこいいですね、車内もね。やばい、全部気になる青いところが。でもやっぱおしゃれでいいですね、統一。こういうみたいなところ。あ、ここもだ。ちなみにこれもしかしてシフトノブ S2000。あ、それも純正なんですけど。これ純正なんですか。そう、あのそれもあのカーボンの青のストライプが入ってるがあるんですけど、はい、それもちょっと探してるんですけどなかなか見つからなくて、それもいつかあのそうやりたいんですけど、はい、これはこの後まださらなるこの後の進化が楽しみですね。そうですね、いろいろまた変わってこのルーフとかも青になっちゃうかもしれないですいつか。はい、というわけで続いてやってきました。今ちょっとトミーは諸事情によりいませんが、はい、続いて来ました、はい、ピンクですね、はい、ピンクのもうフルラッピングで、はいはい、これ元の色は白ですか。白です。はいはいはい、はい、これはラリー仕様のものだと思うんですけれども、はい、これをご自身で参戦されていらっしゃる。そうです、参戦してます、はいはい、全日本ラリーとかガズーのトヨタのガズーのラリーがメインなんですけど、はい、今年は全日本も参戦予定ですし、すごいですね、はい、あと、まあ、WRC も出たいなと思ってちょっとまだ分かんないですけど、はいはい、というふうには思ってやってます。そ
方なんです、はい、ちなみにこの車を選ばれたきっかけっていうのはどういったところから来たんですか？これを選んだのはもう単純にトヨタのガズーのラリーに出るためにはトヨタの車でないといけない。そうですね、はい、はい、で、まあ、乗り慣れてる FF の車で、はい、というところで、まあ、ビッツというのが、はい、まあ、一番に候補に上がってきて、はい、で、やっぱりまあ長く乗れるっていうことを考えると一番新しいやつこの方がいいだろうっていうことで探してこれになりました。すごいやっぱレーシーな感じになってますね。はい、もう中はね外とはもう打って変わって、はい、もう打って変わってですね、はい、やっぱりこうロールケージがまたこう醸し出してますね。戻りました、帰ってきましたね。やっとすいません、僕もこれすごく気になってたんでちょっと、はい、急いで戻ってきました、はい、ラリー仕様の、はい、そうですよね。そうです、ご自身出られてるんですかって下りやりましたもん、もしかして。はい、やりました。すみません、後で聞きます。はい。これは、あ、そうか、ラリーだからやっぱり2脚あるんですね。あ、そうです。はい。はい、で、この車はうちのチーム女子ばっかりなんですけど、女性だけで、はい、ラリーにこれをレンタルしてみんなでラリーに出てるんですよ。そうなんですか。はい。ラリーは何のラリーっていうくだりもやりましたもん。やりました。あ、すいません、はい、はい、気になること多くて、はい、はい、もうすべて、あ、すべて、あ、ちょっと聞いてくれよかったんですけど、ね、ちょっと、ね、すごい着信来てて、はい、すいません、これでもやっぱラリー車ロールバイえぐいですね、これ。そうですね、めちゃめちゃしっかり入ってます、ね、めちゃくちゃしっかり入ってます、まあ、でもこれはまだまだダッシュ貫通になってないし、まあそうですよね、うん、この同じビッツでもダッシュ貫通のってあるんですか？あると思います。本当ですか？多分確認してないですけどね。いやいや、すごい。でもやっぱ比較的や純正というか。そうですね。そんなにどんがらっていう、まあどんがらはどんがらですけど、ええ、はい、そんなにですね、やっぱり。車両気になったんですけど、はい、助手席にあるあれは何ですか？ペースノートとか置く場所とかですか？ あれは今ラリーコンピューターって使ってなくてみんなタブレットを使ってる人が多いんですよ、はい、で、はい、あそこにタブレットをベタッと貼り付けて、はい、で時間とかの管理をします、はい、あ、じゃああそこで Amazon プライムとかも見れるには見れるみたいな。見れなくはないですね。あれですよ、だからリエゾン区間とかでちょっと時間あるなと思ったらなんか見れるかもしれないですよ、映画とか。リゾン区間で次の SS で例えばライブ中継とかやったらそれ確認したりなんていう時もあります。あ、そうなんだ。まあ、気になるところだらけなんであれなんですけど、一番のお気に入りのポイントってあるんですか？気に入りはやっぱりこのカラーリングフルラッピングのこれですね。これデザインは実はご自身でやられたりとか？いや違うんですよ、ミラーにくっついてるヨダラリングさんというところで注文したわけじゃないんですけど、はい、このカラーリングがある日送られてきて、絵が、はいはいはい、こんなのできたよどうって言われてついお願いしちゃったんです。いやでもいいですよね、はい、かっこいいしかわいい、はい、リボン、これリボンっすよ、リボンです、はい、女性らしくて、はい、僕これ気になりますね。それはね、なんか確かに友達に渡されて、はい、そう、私、あ、違う違う、勝手に貼られたんです。あ、勝手に貼られた。これ、はい、僕の分ももらっていただくことできますか？可愛いんでぜひ貼りたいですよね。言っときます。はい、じゃあもうソフトクリームクラブに入れていただいて、じゃあ付けようか、一緒にね。え、一緒につけましょう。はい、じゃあ2枚もらっときます、ね、あ、お願いします、もう、はい、あ、上すごくないですか？僕今気づいちゃいました。そうそう、女の子がいます。女の子、はい、これ何さんって言うんですか、この女の子？これはマシューセラちゃんと言いまして、はい、セラメタさんというクラッチのメーカーさんのイメージキャラクターです、はいはい、そうなんですね、はい、今時やっぱクラッチメーカーさんでもこういるんですね、キャラが。キャラがいますね。そうなんですよ、すごいですね、はい、はい、というわけで、はい、いやすごかったね。いやすごいですね、やっぱりもうその、うん、ね、車好きってもうその性別とかも何も関係なく世代も関係なく、うん、やっぱもうね愛があればね、うん、こうそれって車に現れるんだなっていう気がしましたね、やっぱりね。やっぱりしかも女性のその車が好きなこと本当に大好きなんだなと思うのが、こう細かいところ、さっきのヘッドライトのさ、はい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 、ところにさ、こうあれすごいですよ ね、 一個一個ね、開けてだってあれこうデコしてまた閉めてるわけじゃないですか。そう、僕らだってライト曇っても、ね、中側曇っても開けようと思わないですもんね、思わないね。その辺がちょっと男性とはまた違いますよ ね、 そうね、その気にするポイントとかもね、うん、しかもね、競技をねしてる方もいるしっていうところで、コテコテの競技車両です。コテコテの競技車両でしょ。誰がどう見ても競技車両にしか見えない。中学から憧れて貯金して買いましたって、うん、そうです
ね、僕らも見習わなければならないほど多いですね。本当にもっとねインタビューしたかったよね。いや本当にこれ長編番組にしていいんだったらもうね何時間でもいろいろ話してますし、はい、何時間でもねいくらでも配信しますから、ね、なんならちょっとお借りして走りたいぐらいですよね、本当はね、はい、本当にねいろいろ見させていただいて楽しかったですね、はい、というわけでガールズカーコレクションさんの女性の方のお車をご紹介させていただきました。ありがとうございました。ぜひ、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。